こんなことしても何の意味もないのに。大丈夫、ずっと前にね、あなたと。愛する人へ書く手紙。ダメだって分かってるんです。ラブレターの執筆と受け渡しを代行し、制約率を格段に向上させる業者、ラブレターズポストマン。自分でお渡しになるとおっしゃっていたので。そんな仕事を生業にする主人公と依頼人の間に起こる4つの恋の物語。出会った日からあなたが好きでした。